コンビニの窓ガラスの一部が完全に割れてしまいまして辺りに破片が散らばっています今日午前11時ごろ名古屋市のファミリーマート天白池場一丁目店に80代の男性が運転する乗用車が突っ込みました店の入り口付近の窓ガラス2枚が割れて近くにあったコピー機なども壊れたということです当時客はおらず 店内ににいいたたた。女性性員2人と運転ししていた男性に怪我はありませんでした窓枠が土台の壁から大きく曲がるほど強くぶつかったとみられるこの事故運転手の男性は駐車場に車を止めようとしていてアクセルとブレーキを踏み間違えたと話しているということです。